川に泣かせて大井と手をぶつけさせちゃえとか、それもありそうですね。そうすると近藤さん困るでしょうみたいな。はい、あの内川さんにもう一枚泣かしたかったんですよね。つまりこう大井選手とこうぶつけそうですね、はい。トップとなりました EX 風林火山松ヶ瀬隆也選手にお話を伺います。トップおめでとうございます。ありがとうございます。さあ今シーズン自身2勝目となりました、はい、率直な感想いかがでしょうか。チームの今日の初戦もちょっとねラスだったんで、なんとかきっかけが作れればいいかなと思ってたところでトップ取れたんで非常に嬉しいです。今日解説をしていた石橋さんもとても丁寧な進行で綺麗な勝ち方だったとおっしゃっておりましたが、ご自身ではどうでしょうか。今日は結構ラフに行くのがちょっとやめようっていう感じで、一つでも上の着順を取りこぼさないように結構神経質な感じで打ちましたね。また当一局から1つ赤に先転、はい、親番の大井選手からのリーチに対してこう無筋のチーピンを押して、はい、こうローマン肩上がりなんていうところもありましたが、ここは振り返っていかがでしょう、はい、そもそもリーチを受けた時点で切れる牌が1枚しかないんですよね。 E1 かな確か、それを抜くともう終わっちゃうので、一旦テンパイを取らないとまず戦えないんですよ、はい、なので一旦肩狩りでもテンパイを取って、でチーピンを打つと次もう1回チーピンとかもいけるし、なんかあの E1 あったんですけど、で順目がまだまだ長かったので一旦ここはちょっと頑張ろうと、はい、そういった感じで泣いたんですけど、まあ、うまくいきましたね。そして、まあ、松ヶ瀬選手の意図をちょっと聞きたいなと思った曲が実はありまして、はい、トン4曲、はい、内川選手がソーズの仕掛け、はい、で大井選手がウーピンポンしている局面だったんですけれども、はい、まあ、どちらにも危なそうなローソーを切るという選択を松ヶ瀬選手されておりましたが、はい、このローソー切りの意図を聞いてもいいでしょうか。あの内川さんにもう一枚泣かしたかったんですよね。つまりこう大井選手とこうぶつけそうですね、はい、そもそもあのチュンも内川さんに言ってくれっつってチュン切ってるんで、じゃないとあのもう1枚泣かせるつもりでやってたんで、そうじゃないとチュンも切らずにもう店じまいっていう感じだったはずなん で近藤さんが親だったので、3,000-6,000積もった後かな、なのでここで親番でもう1回4,000オールとかやられるとちょっと厳しくなるなっていうのがあって、で自分の手はそこまでいける状態じゃなかったので、1人だと向かってくる可能性あるんですけど、2人行ってくれるとさすがの誠一さんも降りてくれるかなと、だから任せた感じですね。なるほど、他の選手同士をぶつけて自分が戦わないでも曲が進むという。そうですね、はい、まあ、非常に高度なところでちょっと私とかが真似すると危なそうですよねどっちかっていうと、まあ、やらない方がいいとは思いますけどこれは、まあ、トッププロの技ということで見せていただきました、はい、さあということで最後ファインの皆さんに一言いきましょうか。まあ、今日がいいきっかけになってこの後ね勝ち進めるといいなと思ってますので、最後まで応援よろしくお願いします。ありがとうございます。